霞山椒魚は、両生綱、有美目山椒魚か山椒魚族に分類される、有魚類。山椒魚族の模式種。日本。模式標本の産地は、長崎。全長八8.4から11.9センチメートル。東道四4.7から6.7センチメートル。尾は短く、東道長の約69.5%。体側面に入るシワは、左右に13本ずつ。 種商名ネビューラススはラテン語で雲状の縫い。尾の背面及び覆面の外縁に黄色い筋模様が入る。頭部は幅広い。上額中央部に並ぶ歯の列はアルファベットの V 字状。詩は短く、講子の跡は5本。卵納は柄のような構造物はなく、表面には明瞭な筋が入らない。妖精は全長2.89から3.15センチメートル。 陽性に詰めはない。背面は淡褐色で黒い反転が入る。以前は岐阜県異性から九州にかけて分布する広域分布種とされていたが、形態、遺伝的な地域変異が大きく複数の隠蔽種を含んでいると考えられていた。2019年に形態やミトコンドリア DNA のシトクロム B の分子系統解析から本種のシノニムとされていた。 山戸山章魚エッジバンデンバーギーを復活させ、アブ山章魚エッジアブアンシスはキ山章魚エッジ、エイケンシス山口山章魚エッジ馬カ岩見山章魚エッジ岩見山陰山章魚エッジ、瀬戸井瀬戸内山章魚エッジ瀬戸内日馬山章魚、エッジ宇都宮オラムの7種が新種記載されたことで、本種を9種に分ける説が提唱された。この説に従うと、競技の本種は、 九州北部及び西部にのみ分布する。族内では、津島山椒魚や山口山椒魚に禁煙とされる。繁殖期は、息や長崎では1月下旬から、少なくとも、息では3月下旬まで繁殖する。水溜りや地消、溝、水路、急行電などで繁殖する。森林伐採や道路、砂防ダム建設による生息地の破壊、ペット用の乱獲などにより、 生息数は減少している。絶滅危惧痛類。ありがとうございます。